私たちに与えられている人生は、イエスクリストに出会って、彼のことを知って、彼のことを恋に落ちて、彼と付き合って、婚約して、そして、私たちの最後の日に彼と永遠に結婚するためですね。つまり、イエスクリストが、私たちが 彼に出会うためにいろんなことをしてくださいます。いろんな言葉を私たちにいろんな形で語ってくださいます。 私たちは彼の無限の愛に気づくように彼が素晴らしい、かっこいい、魅力的な男性として何でもします。だから私たちの人生の流れでは怒られる全ての出来事を彼が私たちが彼のことに目を留めるように動かせて使ってくださいます。一言で言えば私たちの人生には神から 来るのは愛だけです悪い、難しい、不安的な、怖がれる、人間的に好きじゃない、病気さえもの状態は、クリストに触れたら、クリストがそちらに入ったら、すべて彼の私たちへの愛の道具となっています。別の言葉で言えば、彼が私たちにプレゼントとして与えてくださる花、バラです。 だからこそ、教会は、十字架を、クリストとの愛の寝床と呼ばれています。だから、私たちが、人生の流れでは、私たちの弱さを経験しながら、彼の揺るぎない愛に自分の人生を委ねることができます。カナの結婚式の時には、ちょうどこの奇跡が行われています。つまり、見ずしかない私たちの人生は、イエスクリストの い、つまり彼が私たちのために流された血に満たされたら私たちの人生はまるで変わる。私たちは本命。 本当に彼のことを少しずつ恋に落ちててそして彼と結婚したいという気持ちがどん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 成長して強くなってきますそして私たちは私たちの死の日を平和を持って信仰を持って彼に完全に出会って彼と一体となるという日として喜んで待っていますこれはすべて私たちの人生に実現されるために聖ボマリアは必要です 聖母マリアは私たちの母であるから、私たちは優実な忠実な花婿と結婚することを望んで、そのために祈ってくださいます。